はい、おはようございます。カッパパです。ここはね、牧野戸峠の駐車場です。はるばるね、千何百キロか運転して九州まで来ちゃいました。そして今日登る山は、はい、九十三を登ります。はい、宇都宮からね、1300キロ九州までドライブしてきました。登った山は九州本土最高峰の中岳です。車をね、牧野戸峠に駐車して、まずは九十三避難小屋を目指します。避難小屋で小休止した後、九十連山の主峰九十三を目指します。九十三を登頂した後、三池を経由して三池避難小屋で休憩、そして九州本土最高峰の中岳を目指します。ではご覧ください。はい、登山口は、こちらになります。暗くて分かんないと思うんだけど、はい、こっから登り始めですね。6時42分、第一展望台か、ここは。まあ何の展望も見えないですけどね。いや、ガスっちゃったね。しかも俺しかいねえしさ。いや、寒くてさ、また口が回ってないね。立て死なん時と一緒か、それ以上だな。あのね、登山口からこんな感じで階段が整備されてるんですよね。そしたらね、人気の山ですね。展望が良ければね、言うことないんだけど、このガス、どっかで晴れないかな。やっと山道らしくなってきた。晴れてれば、どっちの方向なんだろうね。大分か熊本か。なんかね、第一ポイントの靴掛け山、靴掛けさん、なんか過ぎちゃったみたい。縦札というか、なんか三名板があったんだと思うんですけど、あれ、ここかな。はい、ここからね、急にこう下がるんだけど、次のポイント、扇ヶ花分岐まで45分ぐらいです。行ってみましょう。うわ、凍ってんじゃんこれ。怖いねこれ。死ぬかと思った。だいぶ下るんだね。ちょっと怖いんでカメラストップします。はいはい、 3.6 キロおお、いいね、ハッピーゾーンだね。何だったんだよさっきの崖は。
ツルツルでさ、これねカメラで伝わってるかどうかわかんないけど、これ地面も全部ねこれ凍ってんですよ。霜柱にはなってないけど、っていうのはね、これ多分晴れるとぐちょぐちょのドロドロなんじゃないのこれ。すごい霧氷の森に入ったよ。うわあ、こっちの斜面みんな霧氷、真っ白。うわあ、綺麗だね。ありゃあ、これはすごい。これはね、すごいわ。はい、分岐ですね。ここは、扇ヶ花分岐かな。だよね。右行くと扇ヶ花、こっちね。で、こっちが九十ですね。もっとね、天気も良ければね、余裕があるんで、いろいろ巡りたいんだけど。まず一番の目標である九十三に向かいます。一気に晴れてきたよ。なになに、こうなってんの、すごすぎないこれ。おい見てる、何言ってんの俺。あれが九十三？あれが九十三？よくわかんないけど。一気に晴れてきたよ。空もさ、ちょっと青ばんできてるし。なになになに？あれやべえ、またガスが来たよ。はい。九十三まで 1.7 キロまで来ました。牧野とからはね、もう3キロ歩いてるね。はい、なんか開けたところに出てきた。よいしょ。お真っ白でさ、何にも見えないよこれ。これ足跡が頼りだね。登山靴の跡がね、凍ったまま残ってるからいいですけど、これだいぶ広いとこに出ました。これどこだろう。こういうとこってなんか道しるべがないと迷っちゃうね。あ、なんか建物があるよ。ああ、うわ、でけえ。九十三避難小屋。はい。携帯トイレです。あの公衆トイレは今使えないみたいですね。はい、8時22分九十三避難小屋、到着です。こんな感じ見えるかな、見えねえな。相当広いですよ。あのソフトボールができるぐらい、まあソフトボールは無理か、
でもこんな平らになってるとこなかなかないですね。あれ、お邪魔しまーす。うわー、綺麗だな。なんか家を建てた時の匂い、新築の匂いがしてますね。ちょっと休憩しようか。九十三避難小屋を出て、いよいよ九十三の山頂に挑みます。なんだかわかんないね、もう。まあ無事ね、山頂踏めればいいよ。正直言うとね、もうすごい満足してんで。はい、ここだね。グッと上がってくんだね。だいたいね、1時間ぐらいだと思うんだよな。はい、頑張っていきましょう。ここでボウガツルとかホッケインね。え、なんかボウガツルってキャンプの動画見たことあるね。あとこっち行くと九十中岳、あっちですね。いや、ターゲットが見えてきた。よし、行くぜ。光がさ、すごくまばゆく感じる。羽の生えたさ、天使が降りてきてさ、俺連れてかれちゃうから。それじゃあネロとパトラッシュだよな。いや、なるほど、あーに回ってくんだね。すごいな、これ。ほら、姿を現したぞ。いや、中ボスぐらいか、こいつは。あれが九十三でしょ。ずっと、あ、こっち姿が消えちゃった。さっきまで中だけだろうなという山が映ってました。
はい、8時57分、九十分かれですね、こっちが九十三に登ってく登山道で、こっち行くと中岳ですね。はい、まず九十、ここやっつけちゃおう。いやまだだいぶ登るようだね。もう鼻がね、鼻水が垂れてたか垂れてないんだか。すごいな、霧がさ駆け上がってくるのね。ある時の稜線歩きっていうのは辛いんだよね。よかった。一旦九十分かるまで降りてみます。いやー、さっきまであそこいたんだね。あ、他の人も降りてきた。はい、9時35分。九十分かるに戻ってきました。山だったね。はい、でここからね、ちょっと見えないけど中岳行っちゃおうと思います。